ハンマークの本家の半米馬先生です。本物の貴族です。人間社会がですね、もう悪すぎてですね、どこもね、ちゃんとさせることができなくなったんですよね。もう40年ぐらいぐらい前からそうなってきちゃいまして、ちゃんとね、人間たちをやらす、正しくね、働かすことができ、できなくなったんですよ。みんな八百長というか、もう力ずくで動くだけというふうな、それも後からやられても、そんなの分かんないと。それでもう攻めてきて、来るという、協定とかいうのを結べないと、結べないとか、非破壊試験というかですね、問題ですね、戦いとか、そういうのができないというですね、そういう今、社会なんですよ、世界中は、人間はね。で、じゃあどうするかというと、じゃあそこら辺はもうめちゃめちゃになるから、何も守らないから、それ守るだけの対応でできないから、もう除去しちゃうんですね、もう。で、今お茶沸かしてるんです、すいませんね、コーヒーメーカーでね、日本茶沸かしてるんだけども。で、それでそこを手抜くと全体が悪化しますね。それでその全体みんな悪いんで、それで今度悪化がひどいと、全体がひどくなると厳しくなるわけですね、社会が。どこもね。それで悪い人たちを抑えられるというふうにしてんですね。で、今現状だから、この6社、私以外は、もう死ぬか生きるかという感じですよ。年金も力ないと押されてもらえませんし、強盗は入られて泥棒があったって警察捕まえないし、こちらで強制させる力がなければね、悪いことしかしませんから、人間全体が悪いですから、警察も同じなんですよ。だから、なんか取り締まるって言ったら自分の力だけですね。の、まあ、管轄で動かすしかないです。だから、何もしてなければ、何もし、どん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 、ね、警察も逆に泥棒するし、役所も泥棒するだけですね。だから、人間全員悪いですから、警察だけ、役所だけ、ね、正しくさせることできないんで、自分の役所の仕事だけ力使って正しくさせるわけですね。で、やってもらうんですね。嫌がるけどもね、やってもらうわけですね、自分の力で。全部そうなって変わったんで、全部団体をね、取り締まる、正しく取り締まるということはもうできなくなっちゃったんですね、今地球ではね。だから、あとね、高層ビルでも、住んでるとみんな、ちゃんと正しくやって稼いでる人たちいないから、ね、誰かにくっついてね、私にくっついてね、エレベーターを遮断とかね、全部、管理しなくなっちゃうんですよ、保安とか。人にやらして。で、私が、そういうふうなところに、いるでね、高層ビルとかね、都心なんかにいると全部閉鎖されちゃうね。誰もみんなやんないの、仕事で、私にやらせようとするの、一人にね。で、全部壊してしまうよって言って脅しといて、で、やらせようとするわけですね。その手は知ってるから、もう無視するんだけど、私がいるとそうなっちゃうね。高級マンション、
高層ビルのねマンションとかね住むと、外国もそうですね、閉鎖しちゃ全部あの管理人とかいなくなっちゃってエレベーター上がれなくなっちゃうんですよ全部ね。あのそうな、そうさせられちゃうんで、私はだからあんまり用意することは考えてないんですね。でね、コーヒーちゃんとパン焼いてたんですね。まあそんなことですね。